様、新年明けましておめでとうございます。2024年が始まりました。この動画アップ日はですね、元旦1月1日という18時半、まさにもう皆様お酒ガンガン飲んでる頃だと思いますけども、アップしました。お付き合いのほどぜひよろしくお願いします。本年度も、そうですね、仏の人生ライブ活動で音源とかもやりたいなと思ってます。もちろんこの YouTube チャンネルで、週刊仏の人生毎週月曜日18時半からいろんな情報、ギターのレッスンっていうかね、解説とかいろいろやっていきたいと思ってますので、2024年もぜひ、仏の人生の活動ぜひ、皆様温かく見守ってくれたら嬉しい限りです。どうぞよろしくお願いいたします。イエス。というわけで、週刊仏のジーダス2024年最初はですね、あれをやります。正月休みまだまだちょっとあるので、今回はですね、E のブルースのシャッフルのバッキングでちょっとかっこいいかなと思うのを考えてきたので、よかったらこれを解説したいなと思いますので、お時間ある時にですね、ぜひ正月休みに、練習していただけたら嬉しい限りなので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで早速解説したいんですけども、その前に、重大なニュースがあります。まず仏のジーダスの何者か概要欄に書いてあります。ブルースマンです。いろいろライブやってるもんですので、このチャンネルなんと登録者がもうすぐ4000人に迫ってましてですね、ありがとうございます。もうすぐ4000人達成記念として、2024年2月の6日6日ですね、火曜日20時半から、1時間、無料配信ライブをやることになりました。ありがとうございます。やらさせていただきます。概要欄にアドレス貼っておきますので、そのアドレスをクリックすればですね、2月の6、6日火曜日20時半から1時間無料配信ライブが見れますので、よかったらぜひ見てやってください。で、アーカイブもあります。お好きな時間に何度でも見返すことができますので、よかったらぜひ見てやってください。というわけで早速解説したいと思います。こんなのロンニョにしておこう。いや、まず弾いてみますね。シャッフルで E です。 E のコードを押さえて、こんな感じですね。ちょっといいです。ノリがいい、やっぱいいですね。シャブのこのブギーな感じでかっこいいと思います。どういう感じかというと、リズムの練習にすごくなるんじゃないかなと思います。まず E 押さえて開放、 E 押さえてローコードで、で開放弦ですね。6弦の開放ですよ。6弦で1、2弦で、さっきちょっと細かく2パターンやってたんですけども、まず1パターン目からで、ここで、ミュートかけてブラッシング入れます。これがかっこいいですね。やっぱドンチッチッっていうパーカッシブな感じで、こうですね。6弦開放鳴らして1、2弦この辺の鳴らして、まあ3弦になっても別にいいです。で、これがやっぱり決め手だと思うんですよ。ここでこの辺でミュートかけて、これですね、この練習ですね。キレのいい感じでパシッてくる、これですね。で、この後は6弦の、3フレット5フレットで開放、これですね。これやっぱ最初は難しいと思うんですよ。ゆっくりでいいです。アップして、ここのアップしてダーンの時にこうミュートかける、で6弦の3フレット5フレットで開放で、これ頭ですね。まあ、あの1拍目の裏ですね。まあ、4拍目の裏、こんな感じです。で、どんどんスピード慣れてきたらちょっとずつ上げます。で、これ、ここはそうですね、ミソで。で、次はミュートじゃなくて、この6弦回を鳴らして、1、2弦鳴らしたときに、次、こういかないで、6弦もう1回鳴らすんですよ。で、こんな感じもかっこいいと思うんですよ。で、2種類作って、あと強弱を入れていくんですね。で、歌、例えば、
感じで、もうこの鳴らす時の6弦鳴らす時のこのカッティングじゃなくて鳴らす時のもうコードもうこの辺5、6弦になっちゃっても OK みたいな感じの勢いで、で最後のこの G と A も単音じゃなくて、コードに普通のローコードの A に切り替えていってもどんどん最高潮に盛り上がってガンガン弾きたい時は、遊べるんじゃないかなと思いますので、よかったらぜひ練習してみて、自在に気持ちでどん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 テンション上げていったら盛り上げていって盛り上がってガーンって下げたりとかやったらすんげえ面白いんじゃないかなと思いますので、よかったらぜひ、弾いてみてください。というわけで、2024年も週刊音楽のリーダーズ、どうぞよろしくお願いします。ではまた来週。